間になりました、はい、ちょっと BGM はお願いできますかね。今回からスタジオがすごいバージョンアップしまして、すごいことになってますよこれ、はい、なんか噂ではいろんな効果音も出せるとか、うん、ちょっと楽しみですね、はい、今回はですね、はい、話変わりますけども、うん、ありがとうございます。チャーモリシリーズ第4弾、はい、ハブ食堂ですね。行ってきました。まあ、ハブ食堂ね、割と有名なんですけどね、県内の方では。大盛りで有名な、もう本当にね、もうここはもうとりあえず最初の段階でね、抑えとくべきやったんですけど、そうなんですね、今までね、ちょっと戦うタイミングを見計らっとったわけですよ。コンディションを整えてきました、ね、コンディションを整えて体作ってましたね万全のね。で、今、まあ、行ってもらったんですけど、はい、どうだったんでしょうか。ちょっとその辺ね、動画の方にまとめてますんで、はい、見てみましょうかね。はい、はい、じゃあ行きます。どうも。人がいっぱいいます。まだ10時過ぎなので、まあ、結構、まあ、普通の定食屋さんと変わらないような感じで、本当にもうすごいメニューが豊富で、ね、うん、いろんな方のサインだったりで、時間がまだ10時前なんですが、お店が満席で、後ろに座る人たちも後ろも食べますね。超フルーツなんで、頑張って肉そばと戦います。あ、シャモリが普通のシャモリというのはシャモリ、ハイバス言葉一緒いただきます。あ、これで戦いの日みたいな魅力されたわけですけれども、とりあえず野菜を移す作成にします。相手のことも調べて、リサーチ済みっすよ。無理でしょ、絶対。映して食べてる。もう山ですよ、山。山ですね。野菜がさ、映すのだけで結構時間かかって、そう編集するのに時間かかって、ここなんかさ、いっぱいになってもさ、だってさ、見えないんだよ、麺が。これ見て、うん、あ、食べちゃったよ、うん、ほら、全然見えないですよ。うわ、野菜とかしても何キロぐらい、麺が分からん、1キロ以上、もちろんある。こんだけ野菜があってもうまだ見えない。うわ、笑えるぐらい。なんかもうおいしい。こうなる、わかる、行った人ならわかる、こうなる。お米が欲しい。でもこれ見てお米欲しいって言うのちゃすごいと思ったよ、うち。なんでこれ見てお米欲しいって思えるんだろう。こんな強敵目の前にして
野菜もしっかり味ついてるから麺食べれないからだったら米と一緒に食べてそうマジで麺が見えない。麺がなかなか見えない。ちょやばいんだけど。本気でおいしい。でまたこう作戦に移行するわけです。あ、やっと麺が、やっと麺、普通のソースの麺、これはちょっと太かったです。いや、もうこれ、どうやってんの？かな？こんだけ時間経ってたら、きしめんみたいになってる。これで、650円なんですよ。安っ。やばくない？やばい。2人で食っても多いくらいだと思う。うん、着実には減っていってる。減ってますか？減ってる感じあんましないですけど全然減ってなくない？結構食べたよ。結構汁が見えてきた汁が結構減ったよ。見えてきました。まだ残ってる。もうこれは残ってるこれ見て、私ずっとこれ編集しとって最初お腹すいたなって思うけど、見てるうちにどんどん気持ち悪くなってきて野菜だけ気持ち悪くなってきたってことで、で、写したやつをちょっとなんか今までのことがなかったかのように山盛りで、衣装が分けるとさりげなくさりげなくな麺全部食って野菜も食ってなのにこの量めっちゃ減ってるよね。だいぶ減ってるおっと、おっと、ここで白間選手、まさかのすいません、ごちそうさまでした。ごちそうさまでました。無理です。あ、まあまあまあ、全部食べれない。強敵でしたからね、これは。こんな感じで結構頑張りましたよね。頑張った。私的には力不足だったんで、また修行っていうの修行を積んでリベンジしたいと思います。分かんなかったね今回はちょっともう私の乾杯です。ごちそうさまでした。あ、まあ、残りはね、投稿カメラマンさんが残りを食べたという惨敗です。満腹です。これ、ちょ、はい、ちょ、あんま分からない無理。もうちょっと今日ちょ悔しいです。めっちゃ悔しいです。ちょっと結構気合で朝ごはんとか抜いてきたんですけど負けたので、やっぱりちょっとまだまだ私の胃袋が広がってないという。またリベンジします、絶対。今度は勝ちます、うん。以上、次回もお楽しみに寂しすぎるやろ、後ろ姿
だまだ始まったばかりということでですね、はい、はあ、すごかったねえ、うん、もう ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。ええ、まああの本当にね頑張ってくれたんで、あのご褒美でねまた何か今度は好きなところを食べに行ってきていいよって言ってあげたいところなんですけども、けどもお店の方からですね、はい、あのうちのところに全然チャームリ挑戦してよっていうオファーがあればですね、うん、ちょっと派遣しようかなっていうふうに考えてますんで、行きます、あのチャームリゆきちゃんうちの店ちょっと挑戦してみないかというお店さんありましたらですね、あのこちらの方まで出ますかね、こちらです、出ますかね、出ない、出ない、ちょっと怒られますね後で。あ、もうちょっと後で出してくれるそうです。じゃあ、はい、まあ、これからまたもうちょっと続くということで、うん、これからの戦いに期待しましょう。はい、はい、でですね、今回うちのあちらに新しいスタッフさんの方が増えましたのでご紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ紹介の方お願いします。はい、紹介の方、はじめまして、うちのあちら編集部に新しくスタッフとなりました国吉と申します。よろしくお願いします。はい、アップ、すごいね、今日は歓声が、うん、歓声が、ギャラリーがテンション上がりました。ざっと1万人ぐらい、うえまあそんな感じでですね、はい、国吉さんの方もですね、はい、また何か、はい、企画を立ててですね、はい、ちょっとチャーモリに続く何か面白い企画とかね、いろいろそういうのやってもらおうかなと。私は結構こういろいろ無茶ぶりをさせますからね、覚悟しといてもらって。わかりました。なんやこの SE は、なんだ一体もう。もうこんな可愛い可愛い子にね、そんなもう大食いなんて酷なことはさせませんと。私はどうなる。そう、もうちょっとね、私はごめん、何も出ないけど。やはり何も出へんかった、ごめんね。はい、まあ、そんな感じでですね、チュラはこんな感じで、はい、あのみんな新体制でですねやっていこうと思いますんで、そうですね、今度今クロスロードの編集期間中なんで、うん、ちょっとまた落ち着いたらね、いろいろあちこち取材の方も行きたいなと思ってますんで、はい、はい、来週はねまた違う、また新しい特ダネを何か見つけに行きたいなと思ってますんで、はい、うん、うん、また来週ね国吉さんの方もいろいろ行ってもらいましょう。はい、はい、そんな感じで今週はここまでで、はい、はい、またお問い合わせなどお待ちしております。あります、お願いします、お願いします。はい、じゃあ大丈夫でしょうか。微妙な感じ。もうちょっと遊ぶ感じでいたらよかった、うん、ゆうきちゃんとかこうドカーンってバキューンって打たれたらよかったじゃん。やめよう本当にそういうの。あ、違う、ちょっと待って、ちょっとワオ出た、ワオ出たよ、ワオ、すいません、ちょっと新しい機材遊び、うん、もう興味津々ですからね、はい、はい、まあダラダラやってもらえなんで、はい、今週はこの辺りで失礼します、はい、はい、また見てね、はい。